は兄がやってたんで、はい、小さい時からその試合とか練習とかについていってて、はい、っていう感じです。もう憧れですか？憧れて、いや気づいたら一緒にやってた、はい、真似して蹴ってたっていう感じです。いつ頃から始まられたんですか？小学校3年生です。スポーツクラブ、はい、小学校 の、はい、そのスポーツ少年団みたいなのが3年生からしか入れなくて、でも1年生ぐらいからずっと休み時間は参加してました。すごい。男子に混じってやってました。はい。スポーツクラブも男女混合のではなかったです。1人でした。ボランチかなんか一つ上の学年の試合とかにも行ってたんですけど、そういう時はサイドハーフとかでした。そこまでチームが、まあ、強いチームではなかったんですけど、まあそうですね、まあ、一応区の選抜とかにも入ってて男子の中に、まあ、そういう中でもやれたことは結構大きかったかなと思います。中学高校は？中学校は、女子のチームに所属しながら、はい、そのチームが、まあ、社会人のチームだったんで、はい、練習が夜と、まあ、週に2回しかできない感じだったんで、その違う間というか、普通の日は、練習がない日は中学校の部活で練習させてもらってました。高校は？高校はあのサッカーしに北海道から出たんで、はいはいはい、でも部活がメインで、もう部活だけです。はい、高校は厳しかったですね。もうフル週。そうですね。1回休みはありましたけど、はい、もう土日は朝から晩まで。はい。はい、その練習とか中高試合で、なんか練習の時の思い出とか印象に残ってる。高校はちょっとありすぎて困りますけど中学時代はいや結構なんかすごい走ったイメージしかないです。それはもう日々の練習で走る、はあ、練習が終わってから全員立ち台に並んで。どれくらい走るんですか？いやその日によりますけど、距離もその日によりますけど、結構タイムレース的な感じの走りが多かったです。いや、1位から上がっていくとかはありました。全然あの全員入るまで終わらないとか。あ、そのタイムの中で。はい。中学校の時の部活はほとんど、はい、なんていうんですかね、女子が、まあ、試合とかは女子がメインだったんで、部活にその思い出っていうのはないですけど、でも高校時代は本当に3年間、まあ、寮生活してて、サッカー部の人たちとは3年間本当に家族よりも長く生活していた、そういうまあチームだったんで、まあ、そういう中でそういうメンバーで、まあ、3年間で4回日本一になれたってことは本当に嬉しかったです。何かサッカー以外に趣味があったりとか？いやサッカーしかして出なかったですね。どうなんだろう。ちょっと中学生の時は覚えてないですけど、高校生の時はエグザイルとかすごい聞いてました。てか寮で流行ったりすると、はい、みんな聞いたりするんで、まあそういう感じです。あと移動のバスとか先生が DVD とか買ってくれるんで、みんなで見たりしてました。ノリノリで移動してました。ノリノリで移動してそのまま試合。はい。で試合。いやでも、まあ、そうですね、厳しかったですけど、中学校の時はうちの親厳しかったんで、勉強もしてました。帰ってきてクタクタの中。いや、まあ、ちょっと塾とかも通ってたんで。そうですね。いや大変、その時は大変だったし、はい、結構やめたかったですけど、はい、実際今になったら、
まあ、高校とか特にその保険がすごい来たんで、まあ、やっててよかったなとはすごい思います。2回か3回だったと思います。得意な教科ってありましたか？いや、あんまり数学。数学、おお。数学好きでした。はい、と英語。え、英語は好きでした。今も英語はじゃあ、はい、今そっちは結構勉強してます。はい、ありがとうございます。中学生の時は、はい、ちょっと結構、なんていうんですかね、あんまり代表選手になるとか、まあ、実際になりたかったですし、なでしこジャパンっていうのも知ってたんですけど、あんま身近じゃなかったんで、北海道にいてサッカーやってて全然身近じゃなかったんで、まあ、思ってはいましたけど、まあ、実際現実味っていうのは全然なかった感じで、まあ漠然と、まあ、そこで戦いたいなとは思ってましたけどっていう感じなんですけど、まあ、高校に入ってまあ、ユースの代表とか、はい、なでしこにも呼ばれたりしだしてからは、まあ、やっぱり本当に世界で戦いたいなっていう気持ちはすごく強くなりました。その頃からの人も海外で試合をするっていう意識の日とかになって、海外にチームでやりたいとかっていう意識も、そうですね、具体的にどこっていうのはなかったですけど、海外というか、まあ、アジアじゃない本当にヨーロッパとかアメリカとかと試合をした中で、まあ、やっぱり視野が広がったというか、まあ、こういうサッカーもあるんだって思ったり、まあ、やっぱり生活とかも違うんで、まあ、こういうこともあるんだっていう、まあ、そういうのが本当にいろんな国行く中で新鮮だったので、まあ、そういうのは楽しいというか楽しめました。結構どこ行っても楽しいんですか？あ、そうですね、海外行くと結構楽しみですし、行くね、選手、まあ、そうですね、選手と喋ることはそこまでないですけど、まあ、ホテルとかでも日本語じゃ通じないんで、はい、まあ、そういうのとかも、まあ、言ってみたりとかするのは結構楽しみです。サッカーをやめたいなと思ったことはないです。はい、でやっぱ厳しい練習とか、まあ、高校とか特に結果が伴わなかったりして、まあ、練習もやっぱりそうなると厳しくなったりするんで、まあ、そういう中では苦しいとかは思いましたけど、サッカーやめたいとは思ったことないです。いや、多分考え方だと思うんですけど、まあ、やっぱりその練習が、まあ、自分にとってどうなるかとか考えて、でも本当に私自身はまあ、多少意味あるのかなと思ったこともありますけど、やっぱりこれやったら強くなれるって信じるしかなかったんで、もう やってる時はもう本当にそういう気持ちってすごい大事だと思いますし、まあそうですね、やっぱり自分のためになってると思ったら頑張れるし、あとはもう本当に、いや、なんかちょっとおかしいかもしれないですけど、もう逆にその状況を楽しんだりとかするようには意識してました。信じると、そうですね、何か今後のためになると、はい、絶対、はい、いや、無駄な練習だって思ったら多分もう無駄になっちゃうんで、はい、まあ本当に厳しかったですけど、まあ、がむしゃらにやってたっていうのが、まあ、あった一番だったんで、まあ、一言ではちょっと言いにくいですけど、まあ、一番は本当にやらせないって、この相手、自分と対してる相手に絶対仕事させないっていう、なんていうんですかね、まあ、気持ちだけでは無理ですけど、まあ、でもそういう気持ちは一番持ってます。緊張ってあんましないんですけど、むしゃぶり試合は楽しもうって思って臨むんで、割と、うん、なでしこジャパンの試合とかも緊張が足りない？いや、緊張は、まあ、しますけど、ガチガチにはならないです。結構楽しもうって思ってるし、どんな感じになりますか、試合なんて？ゾクゾクすると
や、そっかそっか。結構実は冷静だったりします。いや、音楽は聴きますけど、移動の時音楽は聴きますね。あとはやっぱ大体本当になでしこの試合とかになると、はい、まあ、相手チームの特徴とか、まあ、そういうのもミーティングで分析した中で戦って、まあ、それはもちろん頭に入ってますけど、まあ、実際戦うとなると絶対違うっていうのはすごい考えますね。そんな今しめるじゃないけど、そういうのはすごい思ってるし、実際試合前にやることっつったらピッチに入るときにピッチ触るとか、そういうことですかね。触ってます。はい、あ、触ります。というかまあ礼して入るんで、はい、あ、100% でどんな練習とかも、まあ、やりたい方なんで、とりあえず、まあ、まあ自分にですけど、自分に負けたくないし、まあ、手抜かないっていうことをが、まあ、結構、まあ、モットーじゃないですけど、まあ、もちろんみんなそうかもしれないですけど、それって結構私自身の中で結構強く持ってることなんで、まあそういうことですかね。そうですね、大切だと思います、まあ、やってるかやってないかで別にどうこうは言えないですけど、やっぱ何かに集中できたり何か目標を持ってれば、まあそれは本当にこれからにつながることだと思いますし、別に一つの競技じゃなくてもいいけど、何か一つでも本当に自分が誰でも負けたくないと思うものがあったら、やっぱ強くなれるかなと思います。そうですね、意気込みというか、まあ、とりあえず、まあ、移籍決まって、まあ、やっぱここが、まあ、みんなおめでとうとか言ってくれますけど、まあ、やっぱここがスタートラインだなっていうのはすごい思ってて、まあ、ここから試合に出たりとか活躍できるかどうかって本当に自分自身だと思うんで、まあ、そこは、まあ、負けたくないっていう気持ちもあるし、やっぱり自分の良さをできるだけ出してチームに必要とされるようなそういう選手になれるように、まあ、頑張っていきたいと思ってます。一番、はい、多分高校入学だと思います、はい、やっぱ北海道から親元離れて、まあ、クラス生活って最初はまあ結構不安とかありましたし、実際まあサッカーやりに行く中でどれだけできるかっていうのも結構まあ模索というか模索の時期が絶対あって、まあそれでもできた、それでもなんていうんですかね、戦えたし、その日本一に4回なれたのは、まあ、やっぱり先生だったり仲間のおかげっていうのはすごい思いますけど、まあ、やっぱり私の中でそのサッカーに対する考え方だったり意識だったり、その代表とかを見る目というか、まあ、時々にいるだけで本当にいろんな人に見られてるっていうのがあったんで、まあそうですね、そこは時々に入学したことが、まあ、一番のターニングポイントだったかなと思います。いろいろなところで出会った人たちを大切にして、まあ、そういう出会いってこれから先ずっとつながっていくと思うので、まあ、そういう出会いを本当に大切にしてください。部活を毎日頑張ることも大切ですが、私はサッカーばかりやっていて勉強も少しはしてましたけど、そこまで力を入れることができなかったので、勉強もしっかりやった方が、まあ、将来本当に自分がやりたいことにつながるかなと思うので、勉強も頑張ってください。皆さん夢に向かって頑張ってください。応援しています。